彼女を殺してバルコニーに出た。血の手形。男のものか。扉を引き剥がして台にした。賢いな。相当の腕力。この梯子を登ったな。まだここにいるかもしれない。注意しなければ。割れたか。誰かが強くぶつかってそれから床に崩れ落ちたか。切れた鎖だ。宝石がついていたに違いない。宝石箱。錠が壊されてる。誰かがこじ開けたか。宝石だ。血まみれの指紋がついている。泥棒の狙いはこれだったはず。横に小さい鎖の輪がある。切れた首飾りのものか。揉み合いがあったようだ。価値がありそうだが、狙いはこれではなかった。窓枠に血。窓を抜けようとしたのか、それとも落ちたのか。尺台が曲がっていて血で汚れている。誰かが掴もうとしたのか。空のインク入れ。部屋の方向を向いて倒れている。カンバスが裂けてる。誰かが絵画にナイフを入れたようだ。豪華な装飾入りの狩猟用のナイフ。争いの最中に使ったんだろう。宝石は箱に入っていたようだ。シントラ人はそれを盗もうとして誰かに阻まれた。そして格闘し取っ組み合った。最後に片方が窓から飛び出した。落ちれば死は免れない。だが宝石はまだある。つまり飛び出したのはシントラ人のはず。こちらが追跡者のウィッチャーですね。ええ、一緒に遺体を見つけました。それから彼が殺人犯の追跡を始めたのです。そしてここにたどり着いた。だが争った形跡しか見当たらない。どうやらシントラ人は女性を殺した後運が尽きたらしい。セシリアを救えなかったのが残念だ。かわいそうに。いつも男を見る目がないと言っていたのです。でも人殺しと一緒に来るとは思いもしませんでした。使用人に知らせてすぐに遺体を処置させます。その間は座っていましょう。すべてをお話しします。私は目撃しました。男が私の持ち物をかき回し何かを盗もうと。それで衛兵を呼んだのですか。時間がありませんでした。逃げられてはと思い、男が背を向けて立っていたから思い切って襲いかかったのです。揉み合っていると男は額縁に頭をぶつけ出血してフラフラして、それからナイフを取り出しました。あとは一瞬でした。私は男の手からナイフを弾き思い切り突き飛ばしました。彼は窓から落ちた。そうよ。武装した賊に襲いかかるのは賢明ではないな。なぜ。女だから。甲冑ではなくドレスを着ているから。自分の面倒は見られる。本当よ。髪留めはただの飾りに見えるかもしれないけど、目に突き立てれば剣と同じくらいの威力を持つの。
部屋に入った時男は盗みを働こうとしていた。ええ、兄弟のところに立って宝石をかき回して。ふん、これを探していたのだろう。追跡中に見つけた。なんと、それはトゥさんの心。オリアンナ、なぜあなたがそれを？ずっと前に買ったのです、若い女性から。大切な宝石なのですか？トゥさんの心は家宝よ。昔から公爵家のものだった。それが突然消えたのです。取り戻せるとは思いませんでした。男は必ず見つける覚悟だったようですね。この道具袋を忘れていきました。中にこの絵があったのです。ほら。トゥさんの心、忠実な模写ですね。シントラ人は仕事中だったんでしょう。何を探すべきか非常に明確な指示を受けていた。では探すべきは彼ではなく雇い主ね。証拠品はこれだけですか？オリアンナを襲った時の武器もありました。獲物の皮を剥ぐ狩猟用ナイフ。絵に紋章がありますね。この紋章は団体員の領主が使うもの。現在の上司は狩りの愛好家。次の手がかりかしら。団体員、確かほんの数年前に放棄され廃墟となったはず。その後、最後の跡継ぎだったロデリックが城に戻って復旧させたのです。ロデリックというのは？彼の祖父はアデマルタ女王の相談役でした。その尽力への報奨としてあの土地が授けられたのです。ロデリックはまさに世捨て人。世間を避け、数人の騎士のみをそばに置いています。いえ、騎士という表現は正しくないですね。盾に紋章をつけた乱暴者の集団ですから。オリアンナ、ここで話した内容は全てできれば内密にしてほしい。いや、ぜひそうしてくれ。もし奴が宝石を盗もうとして失敗したという噂が立てば、それを聞いた雇い主が雲隠れしてしまうかもしれない。もちろん秘密にしておくわ。ここで起きたことについてとやかく聞くつもりはない。また身に危険が迫るのは嫌だもの。失礼、オリアンナ様。お耳を拝借できますでしょうか？ちょっと失礼していいかしら。オリアンナをどう思われますか？私はあまり他人に影響されない方ですが、彼女がいると不安と不快を感じます。その絵ですが、犠牲者の名が書かれていたのと同じ種類の紙に同じインクで書かれています。誘拐犯の描いた絵のように思います。怪物による殺人だけでなく、サングリールを盗み、そしてトゥさんの心の窃盗までをも企んだ人物。ワインも宝石も本質的に公爵と結びついています。偶然でしょうか？それはないでしょう。一つ心配なのは、この壮大な企みの最後に公爵が狙われるのではということです。それは全くの見当違いかもしれません。姉のシアンナが関与しているかもしれません。姉は子供の頃に宮殿を去りました。両親が追放したのです。それ以来会っていません。姉君はなぜ追放されたのです？シアンナは呪われていました。ご両親が魔術師と問題でも？いいえ、姉は悪い時期に生まれたのです。黒太陽の呪いをかけられた。そのような呪いは実在するのですか？悪い下層の機関に生まれたせいで人が邪悪な存在であるだなんて、そんなことが？実在するかもしれません。それか生まれた時から爪弾きにされたせいかもしれませんね。そのような生活を強いられ、シアンナは楽ではなかったはず。姉は世界の全てに憤っていた。劣等感や苦痛を感じながらも、それを傲慢なほどの自信で隠していました。残酷さを垣間見せた時すらあったものです。例えば、姉は夢で未来を見ることができると
セドリック・ド・クルベールに信じさせました。私たちは皆子供で、セドリックの弟は私に夢中でした。ただの無邪気な子供らしい恋だった。シアンナはそれに気づいていました。だからセドリックに言ったのです。彼が弟によって殺される夢を見たと。セドリックは父親の剣を盗み、弟を殺しました。姉は戯れに二人の人生を壊したのです。セドリックは今でも嘆いています。そうしてついに彼女は宮殿から追い出されてしまいました。随分と昔の話です。どうして姉君が関与されていると？それは、姉はいつも独占欲が強くて、姉が持っていないものを私が持っていると嫉妬していた記憶があるからです。姉妹なら張り合うのは当然のことでは？ええ、おそらく私も同じように姉に対して嫉妬心を感じていたのでしょう。ワインの盗難が発覚した時から関与を疑っていました。姉は昔から私のおもちゃを盗むのが好きだった。トゥサンの心を見た時、疑いは確信へと変わりました。あれは父からシアンナへの贈り物でした。まだ両親が姉を行儀が悪いだけの少女だと思っていた頃に、誰かが私のワインを欲しがり、公爵家の宝石を盗もうと、いえ、取り戻そうとした。これは間違いなく姉の仕業です。霊落した姫がいたずら心を満たし、失った贅沢を追い求める、辻褄は合いますね。新たな任務を課します。団体へ行って、もしシアンナの痕跡があれば必ず見つけなさい。姉が何に手を染めているとしても、決してその身に危害を受けさせてはなりません。いいですね？わかりました。見つけましょう。そうしてください。本当に話をしたいのです、姉妹として。閣下、ゲラルト、紹介したい人が。レジス、驚きました。まさかボークレールにいるなんて。こちらは？親友のデトラフ・ファンデル・エラティン、ナザイルから来ました。ウィッチャーの捜査を合同で支援いたします。ああ、素晴らしい。でもなぜここ、オリアンナの家に？突然の訪問だったのです。ですからレジスにワインをご馳走しようかと思いまして。文字通り大昔からの知り合いなのです。ウィッチャー、レジスをご存知だそうね。しかもお友達だとか。レジスのように頼れる仲間は少ない。彼も同じ気持ちだといいが。不思議、似つかぬ者ほど惹かれ合うのね。騙されないことだ。ゲラルトにはたくさんの長所がある。世間から懸命に隠しているわな。ふん、二人で彼の任務を手伝うと言ったわね。それはボークレールの怪物に関係があるんでしょ？マスターウィッチャー、私の好奇心を満たしてくれるかしら。選択肢が殺すか殺されるかの二つしかないと知りながら、怪物と向き合うのはどんな感じ？君が聞いた話とは違い、俺は怪物を見るたびに剣を持って飛びかかるわけじゃない。話せば解決する相手もいる。ふん、怪物があなたに何を言いたがるのかしら。おそらく謝りたいんじゃないか。まあ、怪物がウィッチャーに何を謝りたいというの？人を殺めることをだ。だが愛する者が危険にさらされればやむを得ないこともある。人間と同じだ。その状況に置かれれば同じように殺すだろう。分かってくれるか。だからレジスの友人なんだな。私の理解が正しければ、怪物を殺すよりは助けたいわけだな。可能である限りはそうしたい。ウィッチャー家業の話はもういいでしょう。ナザイルから来たとレディスが言ったわね。子供の時そこで過ごしたわ。いい思い出が。素晴らしかった。現地のファッションに魅了されたわ。一番魅惑的だったのはセクシーなカットドレス。ワインが足りなくなってきたわね。地下に行ってもう一本持ってくるとしましょう。俺が行こう。手伝うかレジス。俺よりずっとワインに詳しいだろう。すぐに戻ってまいります。
吸血鬼とウィッチャーとトゥサンの公爵、こんなメンツの談笑など滅多に経験できないぞ。全くだ、レジス。二人きりで話をしたかった。デトラフを連れてくるなんて正気か？ゲラルト、説明させてくれ。いや、俺が説明する。奴は危険だ。だからお前が見張るんだ。まさにそうしている。デトラフはお前が任務に成功すると思っている。そうなればこれ以上殺さずに済むと。言うまでもなく、レナを誘拐した者たちを除いてだが。オリアンナは本当に友人か？信用できるのか？彼女とはずっと昔、お前と会う前に出会った。彼女がボークレールに落ち着く以前だ。それ以来はしばらく会っていない。随分としばらくな。彼女についてはいずれ全て話す。二人が立ち寄ったのは偶然ではないだろう。偶然なら万に一つだろうな。そうとも忠実な小鳥から聞いたのだ。ふん。よく聞け。誘拐犯の居場所が分かった。団体員上を拠点としている。素晴らしい知らせだ。奴らがそこにいればレナも一緒にいるはず。公爵は長い間行方不明の姉もそこにいると思っている。問題は彼女が誘拐の黒幕として関与している可能性があることだ。お前の任務が城から二人の女性を救出することになったと言いたいのか？このことを一切デトラフに言ってはならないと言いたいんだ。何よりも復讐を望む奴にはな。ゲラルト、信頼してくれ。彼の扱いなら。ダメだ、レジス。危険は犯せない。俺が団体員へ行く間、デトラフをここに引き留めろ。ここにか？そうだ。そうすればどちらの女性も傷つかずに済む。抜かりがないといいが。わかった。デトラフは任せろ。幸運を祈る。それはもう、デトラフ。記憶を呼び起こしてくれて嬉しいわ。お帰りなさい。遅かったですね。庶民の考えとは逆に、ワイン選びは見た目ほど簡単ではありません。二人の洗練された女性にお出しするワインならばなおのこと。レジス、相変わらず紳士的ね。二本目を一緒に開けられないのが残念ですが、そろそろ出発しないと。閣下、光栄でしたわ。ご協力に感謝します。さて、ゲラルト、送ってくださる？非凡なお友達をお持ちですね。デトラフは控えめに言っても興味深い人だわ。彼のことはよく知りません。何か話していましたか？あまり。でも私は会った相手の本質を見抜けるのです。そうでなければ宮殿では一週間も生き残れないですからね。して本質は？繊細で悲しみにあふれている。彼は善良だけれど内面に恐ろしい悲劇を抱え道を見失っている。だから険しい印象を与えるの。なかなか忙しい夜となりました。そうですね。でもロマンチックなお散歩に連れ出したわけではありません。これから何をすべきか理解していますね。ふん。団体員へ行きましょう。衛兵隊を援軍に送ります。ドラクロア伯爵の粉引き場で落ち合いなさい。見つかるわ。サンルトゥール川沿い、コカトリス邸の近くにあります。デラトゥール隊長と部下が真夜中にそこで待っています。一緒に城を奇襲しなさい。一緒に飲む仲間もいないんでしょうね。変異体は初めて。思ったより見た目は普通なんだな。結構よ。